ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。こんばんは、ストーンズ田中樹です。岡田純一です。あーすごい、グー。え、あー、まあ、毎回言ってるけど、それジェシーが一応やってるわ。いるけどね。あ、ジェシーがやってんだ。それ3回目なのよ。もういいって、このライブ。違う名前言うくだり。そう、分かってるじゃん。じゃあ俺をやめとくわ、ちゃんとやるわ。それ毎回言ってるけど、その反省。京本大我ね。京本大我です。はい、よろしくお願いします。被ってんだね、かぶったね。はい、お願いします。お願いします。はい、ということで、今週月曜日ですか、だから数日前、うん、が成人式だったということで、ね、まあ、おめでとうございます。おめでとうございます、迎えた方々ね、うん、で、まあ新成人、はい、まあ、大人ですよね。大人の仲間入りだ。年齢的に言うと、まあ大人といえばこのラジオですから。ねえ、巷じゃ有名ですよ。有名ですよ。ここはね、まあ、日比谷に1時間半だけオープンする小さなバーというのをコンセプトに。おしゃれだね。はい、このラジオやってますから。まあそういった僕たちからもちょっと一言メッセージを送りたいなと。新成人のみんな、自分を信じて。いいね。じゃあ俺も言おうかな、一言。ああ、いい、大事ですよ。じゃあ新成人のみんな、夢を大切に。もう素敵なアドバイスですよね。二人でせーので言ってみようか。そう、まあじゃあ、ね、じゃあ、まあ今言ってないやつね。ああ、違うやつ、ね、今言ってないやつ、まあいっぱいあるからね。二、まあ、人で、二人で合わせて、二人で合わせたやつね。はい、まあ、うん、頑張りましょう。じゃあ二人で新成人に向けてメッセージ言いますか。うん、そうだね。はい、せーの、新成人のみんな、長生きにして。新成人のね、何ちょっと待ってください。違う、ちょっと待ってください。新成人のみんなから、そうね、まあ今の俺がルールを完全に、ね、ルールを外しすぎて、ね、凌駕していってしまったので、絶対そこ合わせるとこだったよね。 そこ合わせて、うん、後半グダグダだよね。 そこ新成人のみんなバラバラバラってなって、そうだよね。それで俺らが、まあ、でも、いや、いい言葉だったねって言って、いや、ちょっと待って、ジェシー出ちゃって、ジェシーじゃない誰誰今目の前にいるの。ちゃんとやってんの、リチャードちゃんとやってちょっと良くない今の。そう、もうバラエティのルールに従い乗っ取りすぎて、やっぱいろんな形生んでこうよ。でも、いや、でもバラエティのルールとかじゃなくて、まあ割とこれどこでも常識だったけど、本当にそういう流れあるんだ。お互い新成人のみんなって始めたんだから。まあそうだね、確かに。せーのでいきなり言うのはないじゃん。俺もびっくりしちゃった、言いながらもう止まんないんだもん。新成人のみんな言ってないの止まんないんだよ。じゃあもう一回、もう一回いいかな。あー、もう一回ね、言えなかったから、ね、はい、いいですよ、いいですよ。せーの、新成人のみんな、周りの友達を大事に、大事に。俺につられてるじゃん。まあ、ジュリの大事に最後ちょっともらっちゃったけど。なんて、なんておっしゃったの。俺は人生長生きにして、何か大事にって言っちゃったよ。俺は友達を大事に。ね、大事にが聞こえてきちゃったから。とっさに俺も大事にって付けちゃったけど。いや、まあでも名言がね、4つほど生まれましたよ。はいはいはい、生まれましたよ。これはなかなか、名言集とかに、ネットの名言集にも載っていくんじゃないですか。ぜひね、載せてほしいですよね。あ、だから俺のあれだよ、ニュージーズで共演した加藤清史郎も、うん、あの、成人、新成人、そう、新成人でニュースにもなってたし。ああ、そう、おめでとうございますっていう感じで。新成人って後輩で、なにわ男子とかって今いいのかな。二十歳ぐらい、そうじゃない、それぐらいの、まあでもそんぐらいの年齢の子たちだもん ね、一応ね、二十歳前後の、うんうん、ハイハイとかじゃない、ハイハイジェッツ、ああ、ジュニア、ジャニーズジュニアグループのハイハイジェッツとか、うん、その辺か。まあまあ、おめでとうございます、おめでとうございます。まあまあ、今ね、名言をね、まあ本当高校のラジオでしか聞けない名言を4つほど送らせていただいたんですけど、それでもまあ迷ったらいつでもこのラジオに来てください、うん、ね、待ってるよ。待ってますよ。俺らいつも待ってますから、日比谷のこのここで、うん、迷った時は駆けつけてくれ、ね、別に俺たちが追いかけないから。そう、来てくれたら包み込むから。そう、抱きしめます、そういう人じゃね、うん、温かく。今日も成人式って言った。なんか成人式ってもちろん言葉知ってて、なんかまあまああれだよね、着物着たりすんのかな、袴、なんか袴か、袴、まあスーツ着る人もいたりとか。呼ばれてないかな。いや、飲み会みたいなテンションじゃない。成人式呼ばれてないんだよ。じゃあ友達と飲むとかそういう感じのテンションで言ってるけど、あれどうやったら参加できるのか俺知らないの。じゃあ、あれはもうその地区に住んでる人がその地区の開催場所に行くのよ、うん、それは自発的に行くってこと。それまあ、まあそうよ。だってあなたが行ってないってことは行かない人も中にはいるからね、やっぱり。あ、もちろん。行かないって選択肢はありだと思うんだけど、うん、そう、行くきっかけ、その、うん、フラットも行っちゃっていいのか、なんかやっぱ、招待状とかなんか。いや、招待状とかはなかったと思うよ。あ、ないんだ。その、いわゆるその地区でこの場所で開催というか、うん、ありますよっていう、なんかまあ、時間と場所の案内みたいなものは俺実家に届いてたから。やっぱ届いたりするでしょ。うん。
俺さ、誘われてないよ、国に。いや別に、国が、どう京本大が成人式来ちゃいなよ、みたいな、誘ってるわけじゃないから。そういうことじゃないよ、なんか、そういう。じゃ、だから、虚無が、その、無頓着というか、興味なかったんじゃない。だから母親もそもそも息子行かねえだろうなと思って思ってて別に気にしてなかった、気にしてなかったし、今日が例えば、あ、そういえば成人式行きたいんだけどとか言ってないでしょ。まあ、でも言わないよね。あの、もちろん来たら考えることはするかもしれないけど。偉そうだな。成人式行ったことないね。行ったことない。そうなんだ。人生一回しかないのか。うん、いや、まあまあ別に、まあ、今のご時世はあれだけど、別にその、式に出る動向とかじゃなくて、別に、その場所に行くことは別にできなくはないよ。それ何するの？行って。行って、なんかまあ、ありがたいお言葉いただいて、まあ、言ったら卒業式みたいなもんよ。卒業式、入学式みたいな。お酒は飲んだりするの、そこで。じゃあ、だから、その後に、例えば、同窓会みたいな後で、感じで成人式の後に、袴着てた人はスーツに着替えたりして、なるほどね。同級生とかと、フォルムチェンジするんだ。そう、フォルムチェンジして、うん、ポケモンみたいになってるけど。なるほどね。お色直しタイムみたいなあるわけ。そうで、それぞれ夜また再集合して、なんかどっか飲み行ったりとか。あ、そういうこともあるの？成人式で、どっかお店貸し切って、先生とかも例えば来たりして。へぇー。っていうのが大体成人式の後の同窓会。あ、同窓会だね、もうそれ、ね。っていわゆる、言われるものよ。わ、だからそういうの参加したことないな。同窓会も誘われてない。同窓会も俺呼ばれたことない。同窓会なんかを LINE でピコンって来るじゃんか。ジュリアなんか、やっぱ、そうだね。地元のそういう友達。行った。俺行ったよ。俺全くなくて、で、なんか、唯一さ、こう、ちょっと都会、街歩いてると、たまたまさ、久々に数年ぶりに同級生とすれ違うとかあるじゃん。そういう時にさ、あ、久しぶりとか言われて、あ、久しぶりみたいな。なんか、あ、そういえばこの前顔出さなかったねみたいな言われて、え、何のことみたいな。だけど、まあなんか、ああ、行かなかったっつって。何の会か分かんないけど。それ自体も知らないのに、ね。なんか同窓会やってるっぽいんだけどってそわそわしたね。やっぱ。一回もさ、今まで、まあ、成人式の後とか置いといて、今まで人生で同窓会のお誘いはなかった。ないないない。一回も。え、何歳ぐらいで同窓会って一回来るの？それは、それに、その、相場。その年齢的相場。相場はでも、5年とか、結構、開くとこは下手したら10年に一遍とかだし。ほんと。まあもう、場所によっては1年に1回毎年年末集まろうよって場所誰かがやろうって言い出したら始まるみたいな感じ。そうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。別に、その、オリンピックみたいに4年に一度みたいなのはない。そうか、決まりは別にないけど。ないないない。なんか集まろうよってタイミングで。そうそうそう。来れる人がバーって。だからないな。だからこれもし、同級生聞いてたら、ちょっと一回誘ってみてほしい。ああ、まだ今まで誘われた経験が、行く、それはもちろん、誘われたことないし、羨ましいなと思ってると思う。いっそだったら行くんでしょ、やっぱ。まあ、憧れはあるよ。なんか同窓会で久しぶりに会って、こう、やっぱ俺もデビューしたからちょっと胸張っていけるしね。ああ、ちょっとその、有名にもなってきたしね。まあ、そういう意味もあるしさ、やっぱ、仕事として頑張ってますっていう顔もできるし。なるほど、なるほど。みんな何やってるかも気になるし。ああ、じゃあ、行きたい願望はあるんだ、もちろん。行きたい願望あるね。ああ、そう。うん、なんかそうやって、まずくれないと、連絡をね。お誘いを。まあ、考える暇もないから、こっちは。行くかどうかを。じゃ、なんか偉そうなんだよな。その、誘ってくれたら考えてやるよ、みたいなこと。そう、考えてやってもいい。ちゃんと連絡もらったら。ああ、その、連絡をわざくれるんだったら俺は別に考える。一回吟味するよって。そうそうそう。まあ、断るにしても、まず誘われたっていう事実が欲しい。あ、じゃあさ、そうそうよ、そうよね。自分が幹事になったらどう？だ、例えば自分で仲の良かったクラスメイトに、同窓会とかやってみようよって声かける。なるほどね。マジで、二人ぐらいしか来ないと思う。今日、俺が。ああ、今日もが漢字ってなると俺、マジでシャイだったから。あ、じゃあ漢字を伏せてやればいいじゃん。で、別に。なんかそのあれ？だから、何？漫画みたいな感じ。そういう、いざこう同級生バーって集まって、なんか、でっかい卓のテーブルの、なんかロングなテーブルのとこに、みんな座って、なんかこれ何なんだよ。なんかお前久しぶりだな。でもこれってなんで集められたんだ、俺たちみたいになったら、なんかこう、誕生石みたいなとこにある、なんか黒いマスクの、なんかやつがなんか、おみたいな声で喋り出して、お前たちが集まったのは他でもないみたいな。映画の見すぎ。それでなんかこう、え、なんだよこいつつって。でなんかお前たちはもうここから出ることができないみたいになって。で殺し合いのゲームするみたいな。ちょっとなんかやんちゃな、そのムードメーカーだったクラスの一員が、なんだよこいつ誰なんだよつって、そいつのことボーンってやったら頭だけパトンって外れて、お前人じゃなかったのかよ。じゃあ、これ喋ってるやつはどこにいるんだよみたいになって、他のとこにあったスピーカーから声がバーって聞こえて、みたいな。イカゲームじゃないそれ。ほぼ。っていうやつやっていいの俺。っていうやつはやらなくていいの。あ、そういうこと自分の名を伏せて集めるって、そういうことじゃない。別に大衆居酒屋とか、
なんかどっか、そういうことか。なんか、なんだろう、ダイニングバーみたいなとこ貸し切ったりとかすればいい？そう、普通の世界の、あの、直せるパターンね。そうそう、別に。京本大河、そういうことよ。俺も直せるイコールもう、そういうことになってきた。違うよ。だからその、京本大河が幹事やってます、みんな来てねえじゃなくて、もうだからその友達にやろうよって言って、京本我慢場所とか押さえるけど、友達に同窓会あるから来てって流してもらう。あ、なるほどね。だから、うん、俺が誰か頼んで、その人にちょっと、連絡係をやってもらう。なるほど、連絡係をしてもらう。で、別に大々的に僕が主催しましたっていう必要はないじゃん。やってみたいな、俺も一回は。俺はね、結構最近も誘われたし。え、それ、行くのでも。いや、今年は行けなかったんだ。まあ、忙しいし、今年か最近か。去年かだから。去年の年末とかさすがに行けなかったんだけど、行けるときは行くよ。今でも全然行く。それに行くわ、俺。意味わかんない。一回下見するわ。意味は、同窓会。ロケハンする一回。同窓会の様子を、ね。同窓会のロケハンして。こういうとこいいな、とか、うん。あ、なんか、あ、久しぶりに会う友達にはそういう風に接するんだっていう、ジュリからの学びも。あるし、多分。ええ、別にそれって素直なあれでいいのよ。一回ちょっと、あの、一瞬慣れときたいね。いや、別に、いや、でもそれで言うと、うん、俺らのクラスは、もうほぼ一年に一遍ぐらいのペースだから。仲いいな。だから、まあ、でも、先生も来るんでしょ？そう、十数人しか集まんない時もあれば、全員集まる時もあるし、とか結構バラバラだけど、でも、一年に一遍ぐらいのペースやってるね。そうなんだ。うん、結構行くよ、俺。勉強になるわ、そういう話だけでも。そう、でもね、全然その自分が、そのストーンズとしてデビューして活躍してるとか、うん、ほんとやっぱね、地元帰ると関係ないのよ。あ、忘れさせてくれるぐらいの？いやもうね、そんな話一切出ない。あ、周りも気遣って言わないんかな、うん、そうそう、なんか、あのテレビ見たよとかさ、うん、正直年収いくらなのとかさ、そんな期待していくじゃん。あ、まあ、でもなんか言ってきそうだけどね。マジでなんもない。わかんない。俺が頻繁すぎるがゆえかもしれないけど。まあそうね、確かに。でもそういう友達はいいよね。でも去年の年末の同窓会俺行けなかったんだけど、うん、そのクラスの、俺3年2組だったんだけど、うん、3年2組のグループラインには、全員でイミテーションレイン大合唱してる動画は送られてきた。もうあれじゃん、その、俺のさっきの話の黒いマスクのやつをボーンって殴るタイプのキャラがジュリってことだよね、だから。いや、関係ない。完全に、全然そんな。ムードメーカーポジじゃん。全然そんなことない。みんなから動画送られてくるとこ俺ないぜ。そう。いや、グループラインにポンって動画が来て、そしたらみんなでイミテーションライン熱唱してて、しかもちょうど今日のパートぐらいのとこ。あ、ほんと。戻れない。一番盛り上がってるとこ。そうそう。来て、俺が一言、いや、ストーンズの方がうまいわって送ったら、マジでガン無視された。既読32。でもそれも愛のあるガン無視でしょ？もう、別に意図的ではなくさ。うん、あ、そう、多分別に、あ、いつも通り、うん。いつものやつだろう、ジュリーみたいな。みたいなやり方だったな。キャラ作りしくったな、俺。キャラ作ってたんだ。そっか、同窓会に呼ばれるキャラを作っときゃよかったんだ、早めに。いや、でも、まあ、だからそもそもしてないんじゃない？もしかしたら、呼ばれないって。でも、だから呼ばれ、その、あったから、ね。あ、でも、あ、そっかそっか。来なかったね、とは言われてんの。うん、連絡先は知ってんの？まあ、何人かわかるのよ。うん。男女問わず、まあ、やっぱ小学校から一緒だったりするから。ああ、なるほどね。うん。信頼してる子は、まあ、知ってるっちゃ知ってるけど、その子からも来ないね、そういう連絡は。ああ、そう。だから、まあ、まあ、忙しいって思ってくれて、のことなのか。まあ、俺ら高校の時の同窓会は絶対ないじゃん。うん。だって高校を堀越だったから。そうね。あれはないんだ。ないないと思っていいんだ。いやー、その、なんて言うんだろう。普通の体育コースとかわかんない。その辺はやってんのかもしれないけど。いわゆる俺ら芸能コースみたいなものだったんだけど、クラスの人数も少なかったじゃん。なるほどね。十何人しかいないでしょ。そうだよね。あれはないでしょ。でもちょっと、集まってみたいけどね。久しぶりに。だからそれこそ同じ学校だったんだから、うん、そういう意味では、堀越の、じゃあ、ジュリが、ちょっと同窓会仕切ってよ。一回。いやー、無理だなー、俺。今年やってよ、それ。そしたら、俺行けるじゃん、だって。来るの？オフィシャルで行けるから、俺。来るの？行く行く行く。来るなら、俺。一回、行ってみたい。別に全員に声かけることは可能だよ、十何人だし。そしたら、北斗の親友の山本も来る。山本も来るよね。そうそうそう。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。喋れる人いるし、俺も。そうなる。みんな来るかな。コセッキーとかも来るんじゃない？そしたら。先生も来るんじゃない？熊沢先生。熊沢先生とか。宮舘先生とか。宮舘先生とか。未だに連絡くれるからね。来るんじゃない？でもコセッキーは絶対来るね。北斗と共演してたしね。そうね。つい最近、ライアーライアーで。コセッキーと、北斗ライアーライアーでメガネかけてた、ライバル役みたいな子。そうそうそう。が、俺らの同級生なんだよね。そう。それは面白いかもね。いいじゃん、いいじゃん。キョモが来るならやるよ。行く行く。俺キョモ来なかったら気まずいよ、俺。でも、盛り上げられるかは分かんないよ。俺も行って、うん、別になんかこう、ウェイってキャラではないし、うん、もちろんそれは、
生徒みんな知ってくれてると思うから、キャラクターは。うんうん、でも行くことは行くよ、ちゃんと。で、別に輪も乱さない。あの、ニコニコもそれなりにするし。それなりにいい感じの空気感は保つ。保つつ、別に盛り上げもせず。けど、まあ、筆頭でなんかそういうことは無理だよね、さすがに。ああ、まあなる。まあ、じゃあちょっとこの。転校した身だし、俺。コロナ禍落ち着いたらちょっと考えてもいいかもね。そうね。ご時世的に落ち着いてきたらちょっと。うん、そうそう、今まだちょっと人数も増えてきてるし。一回そこで一回、高校の文化、同窓会で一回学んでから、中学校とかのいいかもね。うん。同窓会動き出してみるわ、じゃあ。うん、あ、いいよいいよ。じゃあ、じゃあ、俺本当にやるからね。やったらじゃあこのラジオで言うよ。当時はまだ学生でさ、お酒も飲めなかったけど、うん、やっぱ今ちょっとお酒飲みながらだったらちょっとね。ああ、もしかしたら、あの、高校の当時より話せるかもしれないよね。そう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 。うん。じゃあぜひお願いします。じゃあちょっと考えてみるよ、それは。決まりましたね。おー、もういいんじゃん。これ面白そうな企画だと思うよ、うん、俺は。あと、まああれか、あれで言うと、まあこの辺、どんな大人になる予定だったとかさ。どんな大人になる予定こんなの今の話のあたりにするものかとは思うんだけど。まあでもやっぱ。俺ね、だからね、はいはいはい、それこそ、まあ中学校高校の時の話じゃないけど、うん、の理想って今ぐらいの年齢で結婚してるはずだったのよ。結婚ね。未来予想図でね。まあ、大人のもう、代表的なあれだよね。俺は24、5で結婚して、28までに子供一人生まれるぐらいの計算だったかな。じゃあもう、ジュリも言うてもう時期だね。26だったし、今も26だし、ちょっと遅れてはいるんだけど、まだ間に合うっちゃ間に合う。まあそうだね。うん。けど今ね、感覚的には俺絶対結婚できないね。なんでなんで？で、無理なんで、何回も言ってるけど無理なの、その。それね、立場的なことと。違う。子供大好きなんだけど、一人の女性を愛すって、誓えない俺。家族とかの前で。そんな、デビュー3年目いる？そんな発言する。誓えなくない？大体、デビュー2、3年目ってあれよ、うん、なんか、ファンの人を愛してるよとか、そういう、いや、ことしか言わないよ。じゃあ、その、だから、プライベートで一人の女性に、愛を捧げ続けるのは無理。うん、本当無理。まあでも、まあ、ジュリーのキャラクターだよね、そういうなんか、ちょっとさ、うん、別にそういうのも許されるじゃない、そういう発言。うんうんうん、あの、別に一人じゃなくても、こう、うん、ちょっとチャラい発言とかさ、うんうん、許されるキャラクターじゃない。うん。うんだから別にいいと思うけどね。それを貫けば。でも、まあ、いずれはしないと、なぁとは思うけど、まだ無理だね。まだ子供、心が子供すぎる。もうちょっとそう、落ち着いたらみたいな。もうちょっと成熟して、うん、落ち着いた男性にならないと無理かもしれない。そういう意味だと、俺はあれかな。今27なんだけど、うん、あの、俺、予知夢見ること多いのよ。そう、なんか、夢見たことがで、いわゆるデジャブみたいなこと、ね。デジャブみたいな。で、なんか俺、数年前に見た夢で、28っていう数字がポカンって浮かんだことがあったの、夢の中で。夢で。そう、うん。で、なんか直感的に、あ、これ結婚の数字だって思ったんだよね。夢見ながら。ほうほうほう。で、それがまあ、いよいよ、来年というか、今年か。俺28が12月でなるんで。あー、だから約11ヶ月後か。うん。そう、になるから、うん、まあそっからいよいよ1年だよね。うん。で、多分、俺も結婚すると思う。もう、その、予知夢とか俺は結構当たりやすいから。ああ、そう、実際今までいろんな予知夢当たってきたりしたんだ。28で結婚することは多分確実で。うん、ああ、そう。でも、かといってさ、うん、まあ、やっぱり俺も、慣れてないから。何結婚にってこと？いや、結婚ももちろんね、慣れてないけど、うん、その、発表とか。ああ、記者会見みたいなこと、ね、記者会見だったり、もしかしたら、よくあるじゃん、ラジオで、結婚報告。ああ、まあまあまあ、ありますよね。はいはい。そういうのちょっと、今やっと来たやん。多分もう来ちゃうから。ああまあ、もう、その、もうチームが当たるのであれば、この1年前後の間に来ちゃうからね、そのタイミングが。一回練習挟んどきたいなっていうのはある。ああ、その、ファンの人に発表するみたいなこと？そう。ああ、そう。一回ちょっと付き合ってもらってもいい？ジュリーもそこに、たまたま。え、じゃあラジオで発表するっていうこと？そう、このラジオだと思っていい。で、ジュリーも同じ、そういう立場だと思って、うん、いつも通りこう入ってきてもらう。まあ、でファンの人も、うん、まあもちろんその応援できるようにね、しっかりちゃんとしたことを伝えるって意味だね。うん、そうね。大事かもしれないよね。じゃあ。うん。あ、そう、ちょっと。あ、もうこれ始まってるのね。ジュリーにも、うん、まあ言ってないんだけど。ああ、何サプライズみたいなこと？まあでも、うん、喜んでくれると思うな。なんかね。うん。そう、この場を借りてちょっと、日本放送さんにはちょっと申し訳ないというか。あ、スタッフも知らないんだ、これ。うん、ちょっと突然のことで申し訳ないんですけど、うん、本当に、ちょっとハッピーな話なんで、そんな重く捉えないでいただきたいんです。ああ、スタッフも知らない話か、じゃあ。うん、私、京本大が、はい。まあ、28歳になりまして、はい。めでたく。ほう、何ですか？結婚させていただくことになりました。
え、本当に？はい。すごい、おめでとう。これ本当にまだ言ってないんで、うん、ずっとメンバーにも内緒にしてて。あー、じゃあ、ファンの人が今一番最初に聞いたっていう状況になるわけだ。そう、どうしてもこう、事務所とは、うん、滝沢くんとかとこう話して、なんか、まあ、許可いただいてるの、もちろん。ああ、ちゃんと。そう、報告済みなんだけど。ちゃんと筋通したわけだ。でもやっぱりなんかこう、俺の、まあ、わがままっていうか、うん、こうやっぱファンの人の前で、初めて発表したい。なるほど、うん。やっぱあんまりこう、もちろん紙で、ファックスでとかよくあるじゃない、うん、各所にと。はい、はい。まあ、それも素敵なんだけど、うん、なんか俺は自分の声が最初が良かったから。ああ、自分の声でちゃんとしっかり伝えるっていうのね。ちょっとほんと極秘で、事務所でも知ってる人も2、3人しかいないし。めっちゃ少ないな。それと俺と、あと、まあ、これ、初めて言うな。奥さん。しか知らないことなんだけど。うんうんうん。奥さんもね、だいぶずっと黙ってくれてた。ああ、そうですか。長かったね。あ、だから、出会いが高校生の時だったからさ。嘘つけ。高校の時の友達、連絡先知ってるやついねって高校の時に出会った。まあ、出会ったとか、まあ、あれか。嘘もおろばれ。同窓会でもしかして。同窓会くっついた。そう、高校の時に知り合ってはいたんだよね。ああ、そうそう。だけどまあ。それ何でそう、交際にいたの？さ、ちょうど1年ぐらい前かな。うん、ラジオでさ、同窓会、うん、なんか俺が開いてよみたいな話したの覚えてる？うん。それ実際本当に開いてくれたじゃない？ああ、やったね。その時にちょっとね。俺じゃん！俺がくっついてるじゃん。それもあってここで言いたかったの。ジュリーがキューピッドだったから、そう、ジュリーにもずっと心苦しかったの。うん。あの同窓会で、うん、出会った同級生と、うん、実はあれからお付き合い始めて、はいはい、で、まあ、ね、めでたくゴールインということで。もちろん、お仕事とかも、はい、相手方のお仕事もあったりとか、はい、ちょっといろいろこれからのことはまだ決まってないから、子供とかはまだ先なのかなとは思ってて、はいはいはい、でもなんか結構俺、2、3年ぐらいは2人の生活、まずは楽しみたいかな、みたいな気持ちもあるし、うんうんうん、だからそれはまあ、ファンの人本当に、驚かしちゃって申し訳ないんですけど、うん、なんかできれば温かく見守っていただきたいなっていうのは思ってますね。ああ、そうですか。うん。だから、そう、驚いたけどね。他のメンバー4人もちょっと今びっくりしてるかもしれないけど。ああ、そっか、メンバーにも言ってないんだもんね。もう、ストーンズから第1号っていうことにはなっちゃうかな。ああ、そうですか。おめはおめでたいと思いますけどね、うん。ありがとうございます。いや、やっと言えたわ。もう、本当にこれ言う、もうだからもう、アイドル誌とかの、こんな練習すんな。アイドル誌とかのなんかこういう恋愛インタビューとかもちょっときつかったんだよね。ああ、そう。もう、すぐ結婚するのになーとか思いながら、うん、こう、初デートするのはどこがいいですかとか、そういうアンケート、うん、インタビューとか。いや、もう、初デートとかもうね、そういうことじゃなくて、俺も結婚するからと思ってたんだけど。やっと言えたわ。あと、上手すぎるのよ。練習いらないぐらい。今から聞いてた人は完全に勘違いするレベル。だからまあ、一応、こんな時代だから嘘って言わないと。SNS で。これほんとね、嘘だよって、こう、打ち明けるの苦手で。皆さん、嘘ですよ。今の話聞いてもらいました。僕、一生同窓会開きません。田中樹です。京本大我だよ。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。松村北斗です。仕事の都合で髪染めました。黒から茶髪にしました。今まで右肩上がりになってきた松村北斗くん、みのるさんという街中での声掛け、ぱったりとなくなりました。ああ、そんな印象変わるもんか。そんな変わったっけ。変わ、俺パッと見はほぼ変わんないんだよ ね。光の加減でちょっと明るく見えるかなぐらいの、うん、それか茶髪だよね、うん、てか、そんなあいつ街中出歩いてんだね。うん、確かに。そんなにあいつ外出歩くような印象なんだ。ね。ずっと家にいるイメージあったけど、ね。やっぱ寂しいんだね。声かけされなくなってくる。嬉しかったんだよ。普段さ、そっとしといてくれよとか言うじゃん。うん、なんだかんだ嬉しかった。なんだかんだね。嬉しかったんだ。そりゃそうだな。はい。ということで、今夜も生放送なので、ラジオをお聞きの皆さんもメールで参加してください。リアクション、感想、メールなど、
お待ちしております。あとですね、今回電話メールが大人を感じた瞬間のエピソードをお待ちしております。受付メールアドレスは st@allnightnippon.com、st@allnightnippon.com、ストーンズの頭文字を取って st となっています。同じ内容のメールはいつだけで大丈夫です。そして番組ではツイッターアカウントもあります。アカウントは @stonesannsat です。放送中はハッシュタグ stonesann をつけていっぱいつぶやいてください。じゃあメールなんつうかお読みします。はい。ラジオネームテントくんさんからです、はい、今年新成人になったものです。おー、どの大人の言葉よりも響きました。ありがとうございます。メモをし忘れてしまったのでもう一度4つの言葉を教えてください。お前響いてねえじゃねえ響いてねえじゃねえかよ。なんでどれも覚えてねえんだよ。あとそれで言うと俺らもどれも覚えてない。ほんと今そわっとしたもんね覚えてないどうしようって思ったもん。じゃあだから誰も何も覚えてないのよ。まだわかんない、もしかしたら潜在的に出てくるかもしれないから一回せーので言ってみようか。ああ、わかった、うん、全然いいですけど。じゃあ行きましょうか。はい、せーの、新成人ちょっと待って何回やんのこれ。もうダメだよ君のみんなか。あ、ごめんごめん。もう分かって、覚えてないでしょ。でもある意味覚えてたよね。孤独だよ。ある意味。もう新成人のみんなが揃わない時点で、これもううまくいかないの。そうだった、忘れてたわ。さっきの時間ね、名言って言ったけど、誰も何一つも覚えてなかったので。なんて言ったっけ、四つ。なんだっけな、俺人生がなんじゃう大事に、みたいな。大事にとか、信じて、みたいな。まあでも、とにかく楽しく生きてほしいよね。名言出ちゃいましたね。今の皆さんメモっといてください、ね。とにかく楽しく生きてほしい。そして僕、頑張ってほしい。この2つ。すいません、この2つ、皆さん覚えておいてください。まあ、健康であれば何でもいいよ。そうそう、うん、今なんて言ったっけ今日も。俺はもう覚えてないよね。はい。そう。目標を大切に。これでございます。考えてほしいなと思ってジングルを撮らさせてもらっております。この間パスタ屋さんに行ったんですよ。そしたらイカスミパスタっていうのがあって、それはまあ普通かなと思ったんですけど、ちょっと疑問に思ったのが、なんでタコスミパスタっていうのはないのかなと思って、タコとイカを変えるだけなんだから簡単に作れるんじゃないのかなと思ってるんですけど、なんか知ってる方とかいたら教えてください。ちょっと調べようと思ったんですけど、ちょっと調べるのめんどくさかったんで、これ自分にしちゃいました。お願いします。とんでもないタイムバーチャー。チャー、チャー、チャー。なんかさ、その、やだよね。こういう喋り方ね。で、これ久しぶりに来たのよ。うん、あの、ラジオ、うん。で、まあ、割とだいぶ前に来た時もさ、まあ、こういう感じの喋り方してて、うん、もうやめようよ、みたいな。俺とジュリと言った記憶あんの。うんうん、数週間経ってまだこれだったから。こいつもうマジで、これ、ほんとこいつ1年しかこれやってるから。もう法律なかったらぶん殴りたいよ。そうよ。マジでそう。全然マジで、その、法律とかが、本当にないんだったら、全然マジで暴行にするけどね。ね、うん。メンバーだから守るとかないよね。そうなんかその、フォローのしようがない。メンバーだからこそ、その、厳しく引いちゃう。そうね。だってリーダーよ、今年。そう、今年、あいつ2022年のストーンズのリーダーだよ。いいのかな、これで。で、しかも最年長よ。その、大切だからこそボコりたい、うん。そうね、大事だからボコりたいよね。そう、大事なメンバー。うん、俺は愛してるよ、メンバー。家族より一緒にいるしね、今は。家族みたいなもんよ、もう。ほぼ家族。で、愛してる。大切な存在だからやっぱボコりたい。俺も大事なほどボコりたいもん、ね、本当に。やっぱ大事なら大事なほどやっぱボコりたいもんね。はい、じゃあメールお願いします。ラジオネーム、ジュゲムさんからです。おい、ジャニーズが結婚とかそういうの言うと俺たちも無駄に緊張するから二度とやめろジャニーズファンとかじゃない、特にそういうわけじゃないリスナーさえも。ちょっとピリッとするらしいわ。いや、まあでもこうやって冗談にできるぐらい今仕事に没頭してますから。さすがにないよ。来年俺が結婚発表をしたんだとしたら、俺を責めるっていうよりか滝沢君を責めてほしい。何許可してんのっていう。まあ、いずれはね、男としてもうもっと大人になったらあるかもしれないけど、うん、今はもうそんな余裕ないですから、まあまあ、仕事に没頭してますからね。大切に。そうよ。もっともっと頑張っていかないと。うん。はい、続いてラジオネーム、リボンちゃんさんからです。ねえねえ、結婚の話とかジョークでもお口ストップ。キョモモンは誰のものにもならないんだもん。キョモモン？もう全力で怒った。プリプリほっぺ膨らんでプン。でもね、俺ね、こういう喋り方する人とは多分結婚しないですよ。いや、わかりますよ、俺も。こういう人とは友達も結婚もないんだろうなと思います、ね、僕は。
温度差感じるよ、ね、ちょっと、ね、まあだからこれは巨モのファンですよね、きっとね。巨モモンって呼んでますし、巨モのファンも相当怒ってますよ、やっぱり。だって俺のファンってこういうキャラクターで集まってるのも多いですよ。うん。だとしたらなんか逆に結婚許されそうな気してきたんだよ。こういう人が多いんじゃないですか。マジか。ちょっと気をつけないとな。そうそうよ。ファンの逆鱗に触れたら危ないからね。そうですよ。大事にしないと。大事にしないと。今一番大事にするべきはファンですから、やっぱ。うん、続いていきます。ラジオネーム、チワワの空振りさんからです。どうも。成人式に参加しなかった新成人です。理由はヤンキーに絡まれるのが怖かったからです。京本さん、僕と二人で成人式開きませんか？あ、なるほどね、うん。確かになんか、無理だよ、ヤンキーとかそういうイメージ確かにあるかも。なんか、あ、そう？ちょっといかつい人いるのかなみたいな。ああ、勝手な先入観だけど。それってでも意外とさ、なんかその、俺の地元も派手な格好してるやついたけど、俺はそいつのこと知ってるから、もしかしたらだから知らない人が見たら、うわ、ちょっとその、ヤンキーとか、ちょっと、やんちゃしてる人に見えるかもしれないけど、実際すっげえ真面目なやつ。なんかさ、意外にワイドショー、なんかそういうものでさ、その模様を取り上げられたりするじゃない、うんうんうん、で、すげえ派手な、サングラスかけて金髪ツンツンみたいな人たちに、こうインタビュー求めに行ったりしたらさ、意外にママって呼んでたりするんだよね。そう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 。意外と。優しそうだよね、実際は、ね。いや、てか、マジのヤンキーは成人式来ないだろ。うん、あ、俺じゃ君は、俺のこと言ってる？じゃ君は普通にただ来なかった、ね。ただ成人式を知らなかった人だから。その逃げ道あったか。マジでヤンキーだから行かなかったんだよ、ね。いや、だって本当に、本当の不良は来なくないんだ。いやいや、ジュリー、俺普通だって。ジュリー、言ってない。いいや、君は大丈夫よ、普通。君は変だ。そういうとこでも言わなくていいから、ね。めちゃくちゃ変だけど、めちゃくちゃ普通だよ。温かいご飯を食べて育った子よ。そんな、それ明かしちゃったらみんなビビっちゃう。優しい子供よ、あなたは。みんなそういう人じゃないと思って接してくれてんだから。全然不良じゃないから、あなた。続いてラジオネームハートマトさんからです。はい、京本さん、うん、卒業アルバムの寄せ書きのページは真っ白だったりしますか？だとしたら僕も仲間です。一緒に同窓会をやりましょう。同窓会って言われてたそれ。同窓会。寄せ書きのページとかあるんだっけ？え、あるじゃない。なんか真っ白のページみたいなのがあんのよ。いや、俺そのページ知らないな。いや、あるよ、ね。もらう習慣あんのそれ？俺全部埋まって。マジで俺の学校って俺一人しか通ってなかったのか。違うよ。そういう。あるよ。とか、うん、俺はそこ埋まっちゃったのよ。もう、いっぱい、自分のクラスだけじゃないから。埋まっちゃって、別のなんかちょっと空いてるスペースとか、いろんなとこに。全くそんなページ知らないわ。書いてもらって。うちの学校はそういうのなかったのかな、じゃあ。高校はなかったよ、堀越。いや、でも小中でも。中学あったよ、俺。それ自分で書いたってこと？違うでしょ、どう考えても。なんで俺自分で寄せ書きページにいっぱい自分へのメッセージ書くの？なんか自分が書けるアニメのキャラクターいっぱい書いていて。違う、それ落書き帳じゃん。違うんだ。違うよ。友達に、なんか3年間楽しかったよとか、なんか、大人になっても頑張れみたいな、なんかそのお互いのメッセージみたいな交換すんのよ。そういうなんか色紙みたいな感じかな。あ、そう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 。みたいなのを卒業アルバムに書くのよ。とか、ほんと何もやってこなかったな、じゃあ。友達にアルバム持ってこられて、ちょっとなんか書いてよって言われて一言書くとか。なるほどね。そういうのが、まあ割と定番として卒業式の時とかあったかな。そういうページ埋めたかったな、俺も。でもなんか白紙の方がいいか。いや、別に、どっちがいいってことはないけど、埋まっててもいいんじゃない別に。そうか。うわ、知らなかったな。なんか、いっぱいあるんだね、うん。そういう、友達ができると、そういうコンテンツが。帰ってさ、卒業アルバムあるでしょ帰ったら。あると思う。それ見てごらん。寄せ書きのページあると思うから。あるかな。多分ね、写真とかある程度終わったら最後の方だと思うよ。それは書いたの？寄せ書きみたいな。書いてない書いてない。ただの白紙。白紙っていうか、そのなんか何にもないスペースみたいなのがあるね。ちょっとなんか淡い、なんか真っ白っていうか淡い何かの色がこう、四隅。なんか和紙みたいな感じ。なんていうの、なんか色紙みたいになってる感じはあるね。へー。もし全然次、明日とかの仕事持ってきたら俺書くよ、全然。じゃあとりあえずなんか、クーピーじゃないけど、いっぱい色のペン持ってくるわ。うん、で、うん、いろんな人たちに書いてもらって、とりあえず埋めちゃうわ。俺もその、いろんなペンで7個ぐらい書くし。一、うん、回埋めちゃった方がいいよね。うん、書く書く。全然書く。その、中学の同級生みたいなふりして書いた方がいいか、うん、メンバー、今のメンバー。いや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 、当時の感じにしてほしい、やっぱ。ああ、なるほどね、うん。やっぱ俺も見え張りたいし、やっぱ、埋まってるよっていう。ああ、なるほどね。それなんかメンバーもし書いちゃってたらさ、うん、なんか、あ、当時埋まんなかったからメンバーがやったんだってバレちゃうじゃん。ああ、うん、やっぱ騙したいもん、みんなのこと。ああ、ああ、なるほど。それをもし埋まった際には、見せて歩くんだ、やっぱ。そうだよ、もちろん。もう、センター街とかもう、そのページ開きながら歩く。見知らぬ人に見せるんだね。あ、そう、現場とか同級生に見せるんだよ。なんかこう、声かけられたりするんじゃん。なんかこう、うん、お店のさ、人たちとか、うん、とかにも全然、あ、そんなことよりもこれ、どうですか見知らぬ人に見せる、ね。見知らぬ人にも全然見せる。ああ、そう。なんか大体知ってる人に、あ、これ懐かしいよね、って言って、普通でやるんだけどね。まあ、こんなの言ってるから、ハートマトと書き合ったらいいじゃん。ハートマトも真っ白って言ってるからさ。そう、だから俺がハートマトに書けば、字はバレないもんね、うん、ハートマトの。
うん、そうよ。うん。で、ハートマトに書いてもらったら、今日ももういけるんだ。確かに。一人分じゃあ、ハートマトこの後空いてる？直近だな。俺まだ全然多分ギャンギャンに今日さ、冴えたままだから。ああ、家帰ってもね。1時半ぐらいにじゃあセンター街で。1時半にセンター街で。待ってるから。まあ、どこか、どこの街はセンター街であの、卒業アルバム掲げてる人がいたら、ハートマト。そうね、じゃあ、あと電話するわ、とりあえず。電話するんだ。うん、ハートマトと。お互い卒業アルバム抱え合って。そうね、絶対見つかるよ。そうです、卒業。絶対。ハートマトさんですよね。どんなマッチングアプリよりも多分一番見つかるよ、ね。すぐわかると思うわ、ね。うん。はい、ということで、じゃあここで日本放送と僕たちストーンズからのお知らせです。僕たちストーンズ、去年のクリスマスイブの12月24日正午から翌日25日正午までラジオチャリティミュージックソンの特別番組を24時間の生放送でお届けしました。番組は終了いたしましたが、皆さんからの募金は2021年1月31日まで今月、あ、2022年。今年の今月末ですね。2022年1月31日まで受け付けています。そして自宅からでも参加できるチャリティ企画の一つとして、今年もミュージックソンの LINE 公式スタンプが販売されています。メインパーソナリティである僕たちストーンズ、さらに歴代パーソナリティの萩本欽一さん、笑福亭鶴瓶さん、オードリーさんも参加した日本放送第47回ラジオチャリティミュージックソン LINE 公式スタンプとなっています。こちらの LINE 公式スタンプの販売期間は2022年3月8日火曜日までです。売上総額から、各種決済手数料を差し引いた金額が日本放送ラジオチャリティミュージックソン実行委員会を通じて各所の支援に充てられます。 LINE 公式スタンプをはじめ、ぜひキャッシュレス募金を中心に引き続き皆様からのご支援ご協力をお願いいたします。募金の詳しい方法や番組の情報はミュージックソンのホームページをご覧ください。皆様のご協力引き続きよろしくお願いします。それではここで一曲聴いてください、僕たちのセカンドアルバムシティの中から僕と京本大我の、二人の曲でございます With the Flow。 はい、お聴きいただいたのは、京本大我、田中樹で With the Flow でした、こちらの楽曲は京本が実際ギター弾いてて、うん、僕がリリック書かせてもらってっていう楽曲です、ね、ライブでもね、そうですね、やってますからね。セカンドアルバムシティに入ってますのでぜひ気になったら手に取ってみてください。はい、じゃあ京本、うん、うんじゃなくて、はい、じゃあ今日も。トーク。ああ、俺の何？近況？そうでしょ、そりゃ。そうなってるじゃない。俺の近況タイムだ。ブロックが。オッケーオッケー。ブロックがそう。今日も、うーんじゃないの。なんかね、ほら、いつもやっぱさ、遊戯王の話とかばっかしちゃってて。まあまあ、そうね。なんかジュリもね、特段こう、語り合えるわけじゃないのに申し訳ないなと思って。まあ、知ってはいるけど、そんな深くはないからね、知識が。と思ってたから、今日はちょっとちゃんとした。エピソードを持ってきました。ああ、いいじゃない。ありがたい。まあ、本当に数日前なんですけど、まあ、1月、だね、ちゃんと正月明けた後、なんと、トーマくん、生田トーマくん、はいはいはい、とですね、歌舞伎に、デートしたんですけど。ああ、え、なに歌舞伎を見に行った？はい。まあ、実は、トーマくんと俺、知らない人も多いかもしれないんだけど、結構仲良くさせていただいてるんですよ。そうね、結構そうよね。そう、深いよね、3年ぐらい前から、食事行ったことをきっかけに、うん、それからもう何度もご飯連れてってもらったりとか、うん、俺はもちろん知ってるよ。そう。ライブも来てくれたり、そうだね。ストーンズのライブ来てくれたり、うん、嬉しいね。俺も、トーマくんのお家に遊びに行ったりもしたし、あ、そう、来てくれたこともあるし。あ、そっか、行った後もなんか番組かなんかで、ね。そうそうそう、うん。それぐらい結構、実は仲良くさせてもらってるんですけど、うん、そんなトーマくんとね、トーマくんが急に、やっぱ俺、ニュージーズも見に来てくれたんだけど、うん、なんかいろんなお芝居とか見た方がいいよって、うん、もっと勉強になるからって言ってくれて、うん、で、ジャンルで言うと、例えば歌舞伎とかも見た方がいいよって言って、で、トーマくん好きなのよ。ああ、そう。尾上松也さんとかがやっぱやられてるし、で、トーマくんも一緒に歌舞伎やったりもしてたから、うん、それでなんか、1月正月に、まあ、歌舞伎座の方で、歌舞伎があるから、うん、タイガもぜひ一緒に行こうよって連絡くれて、ああ、そう。で、俺ももう勉強したいからさ、うん、まあ、ぜひ行きたいです、つって。うん、で、それでなんか、本当に不意に予定があったんで、うん、その日行こうってなったんだけど、うん、トーマくんがなんと、車で、うん、俺ん家まで迎えに来てくれたんですよ。おー、ドライブデートだ。デートが始まってるわけですよね。はいはい、で、まあなんか、俺も乗ってさ、まあ、お互い明けましておめでとうございますとか言って、うん、で、まあ新年らしい挨拶も交わして、うん、で、今年もお願いしますって言ったんだけど、うん、まあ割と、ちゃんと会うのはちょっと久しぶりだったんだよね。あ、そう。だから、何話そうかなとか思ってたら、うん、やっぱ、トーマくん優しいからなんかこう、うん、話振ってくれるんですよ。はいはいはい、はい。もうタイが最近なんか、どういうことしてんの？休みの日とか。うんうん。あ、もうこれは、俺もうエピソードないぞと。
どういうこと？だからもう、その休みの日の話振られても、うん、トーマくん用の話ないぞ。なるほど。もうそれこそ遊戯王だとか、うん、そういう話だ。そう。でもやっぱ、黙り込めないから。うん。いや、遊戯王って言って。苦し紛れに絞り出すようにね。遊戯王かよ、みたいな。まあ、トーマくん優しいから笑ってくれて、うんうん、遊戯王やってんのかみたいな。で、あ、そうなんですよ。実は大好きで。うん、でやっぱ、とはいえやっぱトーマくんも男だし、うん、なんかこう、キャラクターの名前とか言ったら、すごい、盛り上がるんじゃないかなと思って、うんうん、だからいや実は最近もブルーアイズホワイトドラゴンのレリーフを買ったんですよ、うん、って言ったら、うんうん、あんまピンときてないんだよね、うんうん、まあまあどういうものか、ね、ブルーアイズは知っててもね、いやブルーアイズが分かってなかった、あーそう遊戯王を知らないのかな、えやばいな俺、うん、せっかく遊戯王の話したけどブルーアイズ分かんない人にそれは酷だったなと思って、うんうん、でブラックマジシャンとか言ってもやっぱ分かんない、うん、でもなんか風間くんが声優やってたから、うん、あ風間くんが風間がやってたよねとか言って、うんうん、あそうなんですよみたいな、うん、でまあ実は遊戯ハマっててみたいな話して、うん、もうずっと高速の何十分の間、うん、遊戯をトークで繋いだわけだ、トーマくんを困らせながら、うん、歌舞伎座に到着しまして、なんとか繋いで、ね、なんとか到着して、うん、でそしたらトーマくん歌舞伎普段好きで、うん、やっぱたくさん見に行かれてるんですよ、うん、で俺も見に行ったこと何回か実は知り合いとか友達もいるからあって、はいはい、でイヤホンガイドっていうのがあるんですよ、あはいはいはい、でそれがなんかまあいわゆる説明してくれるんだよね。あ耳につけたら、うんうん。そうだね。で、つけないで見るっていうのはまあ、もちろんやり方としてあるんだけど、うん、やっぱ、俺割と初心者の方だから、うん、やっぱ説明ある方がより理解できるんで、うん、で、トーマくんは借りなくて大丈夫だったんだけど、うん、俺はちょっと貸してくださいって言って、うん、イヤホンガイドいただいて。で、二部制って言っていいのかな、二つお話があったんですよ。うん、ああ、なるほど、はいはい。で、最初のお話に松屋さんが出てたりしたんだけど、うん、こうやって見てて、なんか俺もイヤホンガイドね、うん、もう耳入れて、で見始めたんだけど、なんかずーっとなんか、左だけにつけるんだけど、うん、なんか、ザーみたいな。あー、なんかちょっと、って音してんの。波の音じゃないけど。なんか、まあ、ノイズっていうのがなんかこう、うん、ザーみたいな音はしてるんですよ。で、なんか、あ、この演目、そっか、まだ最初の方はちょっと舞、踊りとかだったから、うん、これもしかしたら、これまだ、イヤホンガイドとしては喋ることはないだけなのかなと。ああ、で、その間のちょっとした音なのかなと、うん。こうやってずーっと見てたんだけど、なんか一向にこう喋り出さないですよ、イヤホンガイドが。うん、で、あれ俺イヤホンガイドもしかしてスイッチ入れてないのかなって、うん。こうやっていろいろ見たんだけど、電源のボタンも特にないから、あなるほど。イヤホンジャックもちゃんとイヤホン刺さってて。あ、だったら、これ別に待ってれば、うん、まあそのタイミングでね。わかりづらいところでちゃんと説明してくれるのかななんて思って、うんうんうん、で、それでこうやっていたんだけど、うんやっぱり一向に全然聞こえないですよ。うんうん、で、結局。あ、すいません。はい、じゃあ皆さんここでちょっと、すいません。お話の途中ですが、津波に関する情報をお伝えします。広田アナお願いします。以上、津波に関する情報でした。広田アナありがとうございました。皆さん引き続き、お気をつけていただいて、避難して自分の身の安全を確保してください。引き続き詳しい情報が入ったらお伝えします。皆さん落ち着いて行動してください。はい。じゃあ今日もお話の方続き見ていいですよ。それで、まあ、イヤホンガイドが、こう、覚えてますか？ちょっと前なんだっけ？イヤホンガイドの音がしてたんだ、歌舞伎をまず見に行きました、二人で。はい、で、うんうん、トーマくんが横に座っています。はい、で、俺イヤホンガイド借りました。はい、で、耳につけました。で、演目始まったんだけども、あ、そうか、音がずっとした、ね、ずっとザーって音がしてるんですよ。うんうん、で、あれれと。スイッチ探してもないし。そう。で、電源ボタン探してもない。うん、でもなんか、どん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 話は進んでいく。はいはいはい。これどういうことだ、うん、あ、これ二部制だから。うん、もしかしたら、二部の方が大事な説明がたくさんあって。うん、あ、一部は少ないやつ。説明がなく、うん、こう見て楽しむ。なるほど。見るだけで伝わるものなのかと思って見てたの。うんうんで、確かにお話もわかるし、うん、こうやって見てたんだけど、結局それで終わっちゃったんですよ。一部がね。一部が。うん、で、まあちょっと休憩入りますってアナウンス流れて、うん、で、あ、そうかと思って、一応ちょっと探してみようかなと思って、いろんな、見たら、なんかこう、上矢印のボタンがあったんですよ。はいはい。で、あれと思って、それをちょっとクリックしてたら、どん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 音が大きくなってって。ザーが？うん。で、そしたらなんか、次の演目の説明ですみたいな感じで、なんか次の演目の前置きの説明みたいなのをしてくれてんの。うん、あらすじみたいな。でもずっと音量がゼロだったんだよ。流れてたんだ。そう、うん。やっぱり俺はなんかこう、トーマくんに、なんか、うん、いや、タイガ、今回のこの演目良かったな、松屋も良かったな、みたいな。で、俺も、いや、良かったっすね、みたいな。で、どうだ、分かったみたいな。イヤホンガイドつけておけば分かったみたいな言われて、やっぱ俺、後輩嘘つけない。うん、なんか、
変に、ああ、わかりましたとか言えないなと思って。うん、実は、ヤホンガイドゼロで、説明がなくて。まあ、もちろん伝わったし、うん、面白かったんだけど。俺なりの解釈で見させていただきましたけれども、うん、実は、ちょっとね、そういうアクシデントあったんで、うん、二つ目のお話は絶対わかりますんで、って。トーマー君も、まあ、笑ってくれて、うん、いやいや、それはやばいよ、みたいな。うん、で、まあ、二つ目じゃあ楽しもうみたいな感じで見て、うん、で、実際めちゃくちゃやっぱ勉強になって。あまあ、イヤホンガイドもあるし、細かい情報も。そうそうそう。で、まあ、猿之助さんって方とかも素晴らしい動きを、もうすごい、そんな技がみたいなことをたくさんされていて、うん、あすごいなと思って。で、まあ、無事に見させていただいて、うん、で、二人でちょっとご飯も食べて、その日は帰ったんですよ。はい。で、その日実は写真をご飯屋さんで撮ったりしたんだけど、トーモくんが次の日、うん、インスタのストーリーと、ああ、そうだ、あげてくださってた、ね。フィード投稿っていうのかな、うんうんうん、っていうものと、あとは、オフィシャルで僕たちブログやるじゃない、うん、そこでも、なんか、二人の写真をいろんなパターンで、載せてくれてたんですよ。うんうん、ああ、そうですか。もう先輩がさ、普通後輩がさ、こう、ね、うんうんうん、先輩連れてっていただきましたって言って、こう写真を、うん、あげたりとかさ、うん、こうエピソードを話したりするじゃない、うん、トーマくんがもう至るとこで、もう先陣切ってやってくださって。嬉しいね。でも俺もその日、あげるブログ、もう今毎回決めて、名言ってものを自分で作ってあげてるんですよ。はいはい、だからもうなんとなくその日の朝にポンと思いついた名言を送ってるから、うん、もう朝の時点でマネージャーさんに頼んじゃってたんですよ。はいはいはい。だから、もう、トーマくんが、あげてくださってた。あげてくれた後には、もう内容変えられないとこまで来ちゃってたんで、うんうん、なんか俺だけなんかこう、トーマくんが、昨日タイガと歌舞伎デートしたっていっぱいいろんなとこであげてくれてる中、俺は名言を何も関係ない名言をブログで急に名言2行あげるっていう朝思いついた名言をポンってあげたわけ、よくもわかんない浅いのか深いのかわかんない名言をポンって2行あげて、うん、でトーマくんは今それもう知ってたらあいつほんとダメだなって思ってんじゃないかなっていう、なるほど、俺はこう、こんだけ京本大河を可愛がってるのにあいつはそんな嬉しくないのかなって。で、なんか俺もわざわざ言えないじゃない、うん、トーマくんこんだけ上げてくださるけど、うん、僕今から名言が上がりますので、うん、申し訳ありませんとは言えない、うんうん、それも違うなと思って、でずっと変な感じになってる可能性がある、ずっと変な感じでまだ会えてないんで気まずいっすね。ここで津波に関する情報をお伝えします。広田アナお願いします。はい、お伝えします。津波に関する情報をお伝えしました。はい、皆さん引き続き、正確な情報を待って自分の身の安全を第一に、避難してください。落ち着いて行動してください。引き続き皆さん詳しい情報が入り次第お伝えします。落ち着いて行動してください。京本大我のオールナイトニッポン。テイクオフ。京本大我です。気持ち悪い。始まるかな。京本航空1242便。有楽町行きをご利用くださいまして誠にありがとうございます。ラジオ気持ち悪い。私機長です。知ってる。機長です。機長ですって言われて、ですね、非常に私事なんですけれども、機長、先ほどちょっとお仕事の都合で雑誌の撮影とかしておりまして、そこでちょっとこう機長がマニキュアをしたんですよね。あ、はいはい。まあちょっとそういうテーマだったものでマニキュアをしたんですけれども、まあ、普段しないものですから、落とす習慣がなくて、で、メイクさんもやっぱり普段ね、僕たちメンズにあんまりマニキュアしないもんですから、落とすのを忘れまして、除光液だね。で、まあ、無事にこう、ね、今もう飛行機
飛んでしまっているんですけれども、マニキュアを落とせてない状況にあるんですよね。なのでお客様の中に、マニキュア落としガールがいらっしゃいましたら、ぜひコクピットまでお越しくださいます、繰り返します。お客様の中に、マニキュア落としガールがいらっしゃいましたら、コクピットまでぜひ、そして機長の爪を、きれいに落としていただきたいと思います。これマジのお願いなんで、お願いします。マジで今マニキュア状態で、マニキュアを落とすにはちょっと大事な特別な除光液みたいなものが必要という話もあり、明日もね割と早い時間からお仕事がある中、この爪で大丈夫かって迷っておりますので、ぜひね、いらっしゃいましたらコクピットまでお願いしたいと思います。これ飛行機のザーッと音ずっと流すね。よろしくお願いします。まあでもこうやって景色もね非常に良くなってきて、だいぶ高さも出てきて、雲も越えてきましたので、そろそろ次のコーナーにね行こうかなと思っておりますあ、何？あ、シートベルトちょっと、それでは皆さん、席にお着きになってください。まだ着いてなかったんか、危ねえよ飛行機の上だろ今。また歩き回るのはやめてください。まだ着いてなかったら危なすぎるだろ。ちゃんと自分の席に戻っていただいて、先に着かせてから、それではこちらのコーナーに参りましょう。今週のトマトニュース。俳優の菅田将暉さんが、撮影中にできた多くの口内炎をなんとトマトで治しましたと。ああ、そうですか。まあ、今月の9日に、まあ、自身が主演を務める月9ドラマミステリーと言うなかれの完成披露試写会イベントに、出席した菅田将暉さん、はいはいはい。まあ、このドラマね私も、初回見させていただきましたけれども、はい、まあ、原作も知っていましたが、とても面白かったですね、うん、すごい考えさせられるお話だったりとかして、はいはい、こうちょっと女性目線みたいなセリフもたくさんあって、はい、私にもすごい刺さって、貴重、本当にこのドラマ好きでございます。貴重設定でまだいい、そして、普段とは違う膨大なセリフ量の作品ということなんですけれども、まあ、撮影時は、うん、まあ、なんとタイミングも悪く口内炎ができすぎてしまったと、そして喋れなくなってしまったという撮影時の苦悩を、語っておりまして、うん、でしかしその口内炎にはですね、なんと意外にもトマトが効いたというふうに、ご本人も明かされていたみたいなんですね。この私、機長がかねてより発信し続けてきたこのトマト全知全能論というものが、そんなの発信してた、もう菅田将暉さんレベルの方が ね、そういうふうにおっしゃってくれたら、もうこれはもう立証成功といったところでしょうか。全知全能論、そんな、やっぱり私も、口内炎というかね、まあ、肌にいいとか言うじゃないですか。やっぱりリコピン、トマトはリコピンだったりとかして。で、やっぱ僕も小さい頃、3歳の頃ですかね。僕も同じように口内炎がめちゃくちゃできてしまって。で、まあ3歳だったんですけれども、それでも毎日トマトを食べる習慣があったので、こう食べようと思いました。でもやっぱめちゃくちゃ染みましたね。あ、そうね。3歳にはちょっと耐えられないぐらい染みたので、その時は、トマトをその時は断念したんですけれども、まあ、菅田将暉さんのように、こう、大人になって、口内炎が染みることも耐えて、トマトを食べきった際には、やっぱり、このように口内炎が治っていくという。うん、やっぱその、これはね、証明されたんじゃないかなと、思います、まあ。トマトはこの世の中の全てを知っています。全てを見ています。そんなことじゃない。トマトは、神羅万象の起源でもあり、そしてルーツなんですね。違いますよ。全然そんなんじゃないですよ。もうね、菅田将暉もトマトかな。違います、違いますよ。菅田将暉さん。今回に限っては、もう今回に限ってはもう菅田将暉さんはもうこれトマトかもしれないなっていうふうに。ただトマトを食べてただけですよ。思いますね。もちろん私もトマトとトマトから生まれた、まあ、トマトの子供にすぎません。そうですよ。まあ、トマトの子供、そう。まあ、トマトチルドレン、なんて言っちゃった方がいいのかなって気もしますね。まあ、これはまあ、ねえ、まあ、トマチルっていうふうに巷では言われちゃうのかなっていう気もしますけれどもね。まあ、そんな感じで、虚しさを抱えて夢をぶら下げに嗅いだっての明日へとテイクオフ。灰になっても諦めちゃう、また地面から出直したりして、まだ自分を嫌いになれずにいるみたいだ。ずっと次行ってのポンが流れてる。ということで、ず
ずっと次行ってる。お送りしてきた京本大我のオールナイトニッポンなんですけれども、あと間もなくね、着陸の体制に入らなければいけないということで、着陸に備えまして、皆様のお手荷物は、離陸の時と同じように、上の棚など、しっかり固定される場所にお入れください。陶器内のパイロットはですね、羽田空港に着陸後、なんと、ストーンズの田中樹さんに変わりますので、そんなパイロットのつもりでやらないよ。機長はここまでとなりました。引き続き、快適な空の旅をお楽しみください。ここで一曲、Mr.Children で、ワールズエンド。どうもこんにちは、森本慎太郎です。あなたの中にある潜在能力を私が引っ張り出してあげましょう。まずは僕が言う言葉をその通り行動してみてください。まずは右手を右肩に置き、余ってる左手で右肘を肩の高さまで持っていきます。そして右手を前に突き出すようにパオーン。右手を右肩に戻し、もう一度パオーン。そう、あなたは象になったんです。長い鼻を持ち、大きな耳を持ちました。明日その大きな耳で空を飛んでみてください。すると周りからこう呼ばれるでしょう。ダンボちゃん、ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。長えよな、これ。長えよな、30秒前後じゃないの、これ。今、これどんぐらいあるの、これ尺。今の。1分以上。倍以上あるよ。でもそうか、俺ダンボちゃんだったんだ。ああ、いや、あれ変になっちゃってる。やられちゃってないそれ。鼻も長く、そこ、耳もでかくて。違う。思い込んじゃってるだけだよ。あの声のペースで、なんかその、勘違いしちゃってるだけよ。すごい、わかりやすいパオンね、これね。違う。大丈夫よ。今日も、帰ってきて、大丈夫だから。眠いな。パオーン。ほら。潜在、時間だもんな。潜在能力引き出されちゃってるよ。ああ。慎太郎のあのペースに巻き込まれちゃってるから。飲み込まれた俺。潜在能力出ちゃってるから。大丈夫だよ。全然パワーじゃないですから。気にしないで。はい。じゃあ、メールを読みしますね。じゃあね、モールス人参さんからです。テーマですね。テーマメールです。以前、新幹線に乗る際は、目的駅に着いてから慌てて荷物をまとめていましたが、最近はアナウンスがかかる前に支度をしてデッキに移動して待機しています。少し余裕の表情を浮かべたサラリーマンたちと一緒にデッキで揺られているとき、大人になったなぁ、と感じます。だって。これどういうテーマメールだっけ？いや、大人になったなと感じるとき。あ、そっかそっか。そう。でも俺割とちっちゃい時から俺それやってたけどな。俺は、俺は、まあそれこそ新幹線、俺プライベートはほぼ乗んないから。そっかそっか。ツアーぐらい。仕事のね。そう、でもそういう時はさ、マネージャーとかが声かけてくれるじゃん。だからやっぱ俺あれだ。大阪におじいちゃんおばあちゃん家いたから、行くこと多かったから。おじいちゃんおばあちゃん家にね。そう、行くことが多かったから、それで多分、俺は結構やってたな、それ。俺ってか寝ちゃうし、新幹線。だから、着くちょっと前にバーって起こされて、で、まあなんか、まあ飲み物ゴミとか、まあなんかしら片付けて荷物まとめ始めて、だからちょっと、例えば1分前、2分前とかにデッキにいることはあんまないかな。何の1分前？着く。ああ。数分前みたいなことはないかも。もうちゃんともう、出るところまで行ってて、みたいな。ことはあんまない。ことがないの？うん。だその数分前にゴミ捨て行ったりとか、荷物まとめて、で、つく、こう、スピード、新幹線遅くなるじゃん。うんうんうん、そしたら荷物持って立ち上がって。なるほどね。だからもう、何もかもがスムーズに行くようなタイミングで全部動いてるってことか。ジャストになってるかな、全部、割と俺は。
なるほどね。あんま余裕持ってない。でもそれも正解だけどね。まあまあまあ別にどれがどうとかないんだけども、うん、あんまり俺余裕持った行動は新幹線、飛行機もしてないかも。なるほどね。うん。なんか、でも一人でさ、こう新幹線のこう、お店の車みたいなあるじゃない。あのカートね。カート。売店みたいなやつよね。売店のカートみたいなやつを。お店のカートって。こう、初めて自分で買う時とかやっぱ大人になった感じしない？てかあれさ、最初緊張するよね。緊張するじゃん。声掛けってちょっとさ、うん、自分が言わないと止まってくれないわけだ。そう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 。でもあれを止めて、うん、こう自分が欲しいもの、例えば、こう、アイスクリームとかいろいろあるけど。アイスとか飲み物とかね。やっぱそういう時は俺自分で初めて買った時大人になった気持ちになってたわ。あー、俺は、まあ、なんだっけ、まあ、ツアーもそうだけど、そうじゃなくて、なんか、スノーマンの舞台とかなんか見に行った時とか、うんうんうん、まあ、ツアーもそうだけど、なんか、あれで先買った時はちょっと大人な感じでした。帰りとかね。そう。は、ミニ打ち上げみたいな自分の中で。そう。は、ちょっと大人になった気がする。あと、駅弁買って新幹線乗った時。いいよね。は、ちょっと大人な感じ。美味しいしね。うん。本当に。どれも美味しいじゃない。うん、で、なんかその、新幹線ただ寝たりゲームするんじゃなくて、なんかちょっと、もう本当に全然、何もないのに、うん、なんかちょっとこう、弁当口入れて、咀嚼してる時にちょっとこう、外見んだよ。景色をね。そう。みたいなのはちょっと大人になった感じ。多分これも余裕って言った意味で近いのかもしれないね。結構新幹線の大人あるあるは多いかもね。じゃ続いてラジオネーム、みやこさんからです。うちの近くの家具屋さんは、2階のフロアで何十万もする西洋画を売っていて、手を後ろに組みながらゆっくり歩いていると、店員さんが、何かお探しですか？と話しかけてくれます。いやいやいや、もう少し大きい家に越したら考えてみます。と断ったとき、最高に大人の気分を堪能できます。ちなみに実家住まいなので大きい家に引っ越すとかは自分で決められません。気分ね。気分にしたるってことやね。でもなんかそういう絵画とか見てて、こう後ろに手組んで見てる時の自分って、一瞬我に返るとさ、なんかちょっと、あ、俺めっちゃ大人なことしてんなと思うよね。あ、俺ね、でも俺あれ好きよ。なんか、モデルルームとかさ。はい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 。なんかそういうの見るの好き。あと全然一人暮らしなんかできない時に家具屋とか行くのは好きだった。楽しいよね。ワクワクするしね。てかなんか別にマジで俺なんかがベッド買う判断とかしないのに、ちょっとこうベッド手で、を沈ませてみたり。でもさ、ああいう時の店員さんとかすごくない？なんか、買わないんだろうな、この人だって見極められるのかね。なんか割と俺もさ、学生時代とかさ、ちょっとこう家具屋さんとか行ってさ、ベッドとかのなんか何、ふわふわ具合、とか見たりするけどさ、あんま寄ってこないもんね、店員さんがなんか。だから、その。どうせ買わないんだろうなってわかんのかな？だから買う買わない、よしあしの判断を、できないような感じとかわか、まあ年齢もあるだろうしね。まあ、自分で買える年齢でもないからな。まあ、あからさまにさ、幼稚園生の子とかには話しかけないじゃない。まあなんかあるんだろうね。まあかシンプルに忙しいとかさ。楽しみすぎちゃったかもしれない、俺が。なんかあるかもね、もしかあと店員さんに、最近意外と自分から話しかけないとっていうパターンも多いよね。え、どういうこと？すいません、ベッド探してるんですけど、なんかいいのないですか？そっかそっかそっか。っていうパターン意外と多いと。そういうマニュアルとかもあったりするのかもね。絵買ったことあるじゃん。絵はないか。あ、あるね。アンディ・ウォーホルさんの、マリリン・モンローの、あ、はいはいはい。割と、自分的には高価な、あ、いや、いい高校生の時に買った時のやつは、今も飾ってますね。ああ、うん、そう、いいね、素敵ね。もう部屋を象徴する絵としてドーンと。うんなんかアートとかもいいし、なんか、わかる西洋画とかってまたさらになんかいい感じするよね。大人になった感じするよね。なんか、置きたいよね。置きたい。かっこいいやつね。寝室とかもね。あ、すっげえでけえ。あとなんか絵をさ、こう、わかる壁にかけてるんじゃなくて、こう、地面にこう立てかけてるパターンあるじゃん。あの荒さがいいんだよな。あれめっちゃかっこいいよな。わかるわ。しかも3つぐらい並べて全部サイズ違えの。そこ行き着くよな、やっぱな。縦、大だって、大横、中の縦、みたいなやつ。いやまあね、まあ映画3本と今ドラマ4本掛け持ちしてるからそれはね、疲れるよ。でもキョンさんのおかげで食べさせてもらってるんで。まあな、俺が頑張んねえとスタッフみんな食えねえからな。ほんと惜しかったね、今の。本当だから俺も今日、まあ、これラジオ今、入れられちゃってるけど、明日の朝もう4時から、映画7本同時スタートだから。嘘つかないで。嘘じゃない。本当に。嘘。もう嘘。
下半身は、ドラマ撮って、上は映画撮りますって言われてるから、朝6、無理だろ。6時ぐらいから。今、LINE 見たらあなたの入り時間とか全部わかんない。全然早くないから。もう俺が頑張んねえとさ、このラジオのスタッフも飯食えねえからさ。みんな一流だから周りのスタッフしっかり自立して食っていけますよ。頑張って喋ってっけど。大丈夫ですよ。多分今話したメイクの高橋さんもしっかり自分で食えていきますから。はい、ということで、ストーンズオールナイトニッポンサタデースペシャル、そろそろお別れのお時間です。本日のジングルバトルは6人中4名がオンエアになりました。おめでとうございます。ここで僕たちストーンズからのお知らせです。ストーンズのセカンドアルバム、シティがオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得しました。ありがとうございます。皆さん、いつもいつもありがとうございます、本当に。僕たちも本気でやっぱ音楽作ってるんで、こうやって結果が伴うとより次のプロジェクトにつながりますし、僕たちもやってよかったなって、間違ってなかったなって実感できますし、本当いつも皆さんのおかげです。ありがとうございます。そしてまだね、気になってるけど手出してないよっていう方はぜひ視聴とか YouTube の方もチェックして手に取ってみてくれればなと思います。そして全国アリーナツアーフィールダシティが先週から横浜アリーナを皮切りにスタートしました。次回は名古屋公演ですので、皆さん感染対策などしっかり気をつけて万全の状態でフェイスシールド、マスクとかしてね、声出し禁止ですけど一緒に楽しんで無事最後まで完走できたらなと思ってます。そしてホームページでも情報解禁されていますが、先週からアニメ汎用の夜叉姫二の章のオープニングテーマとしてオンエアされている新曲共鳴が僕たちの6枚目のシングルとしてリリースが決定しました。ありがとうございます。ありがとうございます。アルバム出て、約2ヶ月後に6枚目のシングルを出せるということで、もう僕たちの大好きな音楽活動も順調に進んでいっております。皆さんぜひね、引き続き期待しておいていただければ。カップリングとかもね、すげえいい曲揃えちゃってるんで、共鳴ももちろんかっこいいけどね。なんで発売日がですね、3月2日になっております。初回版 A、 初回版 B、 通常版の3形態で発売いたしますので、ぜひチェックしてみてください、はい、ホームページはすでに新ビジュアルやジャケット写真も解禁されているので、詳しくはストーンズの公式ホームページをチェックしてみてください。それではお時間までメロイムします。ラジオネームハートマットさんからです。あれまた、あれ京本さん遅いな。待ち合わせの場所は渋谷のセンター街って確かに言ってたはずなんだけどな。おかしいな。はい、ハートマット、まあ、本当に言ってんじゃん。帰れ。今日は寝ろ。うん、絶対に彼行かないですか。結構この30分ぐらいで彼どっと疲れた。ハートマット早く行かないとセンター街のハチ公的な存在になっちゃう。アルバム持ってる人のことでみんな記念撮影みたいな。銅像できちゃう。みんなハートマット絶対彼行かないんで気をつけてください。すぐ帰った方がいいです。風邪ひきますからね。家に帰ってくださいすぐ。続いてラジオネーム、あらまるさんからです。キュミミミー。キョモモンのドラマと映画、全部見るもん。キョモモンが触ったベッド、私が7000億円で買い買い買い。やべえな。俺の十何年の芸歴はこういうことを生んじゃってるわけか。こういう層を手に入れてきたってこと、俺は。別に、そんな、区別するわけじゃないけど、君のファン変だね。ちょっとね、ちょっと怖いよね、狂気すら感じるよね。すごい変な言い方するけど、キモい人多いね。続いて、ラジオネーム、レベチさんからです。はい、京本騎将、マニキュアは無事落とせましたか？いや、落とせてないんで、ぜひ、コックピットまで、マニキュア落としガール来ていただいて。マニキュア落としガールなんて存在しない。本当に今、落としようがないから今、爪でポリポリやってますんで。やめて。ハートマトさんもね、ぜひ、もし持ってるのであれば。持ってないです。センター街コンビニあると思いますので。じゃあ、ハートマトももう帰ってるから。はい、ということで、一部の放送局除いて、この後1時からはオードリーのオールナイトニッポンが放送されます。というわけで、ここまでのお相手は、ストーンズ田中樹と、岡田純一でした。京本大河ですね。